様ですみたいな。いや撮りましたね今日も。いやお疲れ様です。終わりましたね。で、まあ、今日ねちょっとこれこのチャンネルの今後の展開にもちょっと関係する話なんですけど。はい。あ、なんか急にミーティング始まりました。ね、うん、いや実はね私ね、はい、本当にやりたいことがあるんですよ。ああ前、うん、この展開前もあったと思う。いやあのね今度、まあ、また違う。前もやりましたよ、ね。いやもう温度は踊らないんで。温度はやらないんです。いや私ここまでねあの日本語教育業界に育ててもらって、はいはいはい、未熟な状態から、はい、でまだその恩返しの途中ではあるんですけど、ほう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 、本当にやりたいことって他にあるんですよ。はい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 、はい、うん。いや実はね私、はい、になりたいんですよ。え、ちゃんと言う、なんで言われる。いや、あの、いや、実は私、はいはいはい、ファンになりたいんですよ。え、なんなんですか、その、なんで濁してるんですか。日本語ラッパーになりたいんですよ。日本語ラッパー。はい。ほうほうほう。え、ちょっと、なんで、なんでなんですか、なんでラッパー。いや、あのね、もう、今ってもう、世界のマスコミがもう機能してないじゃないですか。そことつながってくるんですか。でそこと、はい、まあ、いろんな言論も頑張ってるけど、はいはい、なんかいまいちそのクリティカルヒットしないっていうか。ああ、まあ、ないっすね。まあ、なんかそういう。で今、まあ、コロナでいろんな芸能とか芸術がもう弱っちゃってるじゃないですか。うんうんうん、確かにメインストリームはなんかヒットがないような気がしますね。でね、もう今世界に何か物言えるのってラップしかないと思うんですよ。はい、同じようなのに前去年は音楽言ってて気もしないでもないんですが、あ、うん、ラップね。ラップなんですよ。こうライムに乗せて思いの丈をこう、はいはい、刻みたいんですよ。今年はみたいなことっていいんですか。まあ、ずっとですよ。そんな今年だけとかじゃなくて、あ、それがしたい、ね、もうラッパーになるというかラッパーであるという。おー、はい、ナルーロンとアルロンみたいなやつなんで、はいはい、もう決めました私は。おーほーほー、はい、まあ、もう去年もねやって、うん、頑張ったんで、うん、今年も、ね、ラップ。それ具体的に何するんですか。だからいや、あの、だからヒップホップファッションに身を包んで、はいはいはい、こうラップをってするっていうか歌うっていうか、いやおっていうか、あれでしょ、また結局楽曲作るんでしょ、はい、まあまあ歌ももちろん作るとこからやって。音痴なのに。いや、それね、あ、でも今回だから歌うんだ。歌います、歌います。今まで、そうですよね、音頭も踊ってただけですよ、ね、全部踊れないのに踊ってたっていう、ね、私、いや、踊れないというか、私なんかずっと歌ってなかったじゃないですか。そうそう、楽曲はめちゃめちゃあるのに、うんうん、歌ってない。だから自分の言葉で直接伝えたいっていう。そういうことね。それもあります、あります。なるほどなるほど、うん、だからラッパーだと。そうです、はいはいはい。でも音痴ですよね。いや、ちょうど何回か1年前ね、あの音痴克服編やったじゃないですか。あれバーナーなっていう、わざわざやりましたもんね。メロン、あのリズム編がここに生きてくるんですね、うん、なるほどね。あれから私は実はYouTube 回ってないところで特訓をしてきました。何リズムの、リズム音程、まずは音程だろみたいな感じでしたけど、あそこで音程レッスン、あのリズムレッスンをしたのが、ここにラップに来るんです。帰結するんですよ、ここに。なるほど、うん、なるほどなるほど。でも、ね、でもだいぶかかると思うけどな。いや、そんなすぐできたらラッパーに悪いですよ、うん、いや、そこはちゃんとリスペクトしますし、リスペクト、うん、あの真面目に頑張る、もちろん真面目に猛特訓する、全力で猛特訓しますよ。あ、なるほど、特訓でできるようになるのかな、うん、いや、やります。そこはやる、もうあの本業置いといてやりますから。本業やってください。本業やってください。まあまあまあ、うん、まあ、でも日本言葉を武器にするという、ね、そうですそうです、意味で言うと、なんかその正当派な気は、根本は同じなんで、よね、うん、なので、ちょっとまずはね、はいはい、あの服を買いに行くところからやろうと思うんですよ。ああ、なんか形からやっぱ入る、ね、形大事だと思うんで、あのヒップホップファッションにこう身を包んででもラッパー、まあ、今実は日本のラップって流行ってるんですけど、うんうん、なんかいわゆる
ね、なんかパーカーとかない気がするんですけど、いや、パーカーとかグラサンとか、ちょっと前、ダボダボのズボンとか、ちょっと前の感じだな、スニーカーとか、まあエミネムでしょ、要はエミネム、まあ、とりあえず、あの、難波に雨村があるじゃないですか。安易ですね、すごい、うん、アメリカ村があるから、アメリカ村、ね、あの辺行けばきっと全部揃うと思うんですよ。ちょっと行ってみましょうよ。いや、行くのはいいんですけど行ってみよう。はい、わかりました、行きます。